二項ヒープ、二項ヒープ、二項ヒープ、バイノミルヒープとは、計算機科学におけるデータ構造、ヒープの一つである。特徴は、以下の通り。二項ヒープは二項機の集合として実装される。二分ヒープと比較すると、二分ヒープは単一の二分機から構成される。二項機は、再帰的に定義される。次数キロの二項機は、 フォーミュラ1の濃度を持ち、高さはキロである。その構造の特有さから、マージ操作は簡単に行うことができる。例えば、実数キロの二項機を作るには、次のようにする。この特徴は二項ヒープのマージ操作の中核を成すものであり、従来のヒープに勝る大きな利点となっている。二項ヒープは、以下の二つの性質を満たす二項機の組で実装される。 1> 第1の特徴は、それぞれの二項機の根は、一つの木の中に、最小のキーを持つことを保証している。これは、ヒープ全体に当てはまる。2> 第2の特徴は、N 個の要素を持つ二項ヒープは、高だかだカログの二項ヒープから構成されていることを意味する。実際、これらの木の数字と順番は、N 要素の数字によって1位に決定される。それぞれの二項機は、 N の二神表現の位置に一致する。例えば、13という数は二進数では、1101であり、フォーミュラ8と表現される。つまり、13個の要素を持つ二項ヒープは、次数3、2、0の3つの二項期から構成される、数3章。二項期の例のランダムアクセスに必要な操作はないので、二項期のルートは連結リストに、木の順序の大きい順に格納される。 上で述べたように、最も単純かつ重要な操作は二つの二項。ヒープ内で同じ次数の二つの二項機をマージすることである。二項機の構造からそれは簡単にマージできる。木の中では根は最も小さい要素なので、二つのキーを比較することにより、二つの根の小さい方が最小のキーになるので、それが新しい根になる。そしてもう一方の木は、 マージ後の木の部分木となる。この操作は二つの二項ヒープを完全にマージする、最も基本的なものである。二つのヒープをマージする操作は、おそらく他の操作よりも、最も興味深く活用く使われる。両方のヒープのルートのリストは同時に検査される。これは、マージアルゴリズムに似ている。もし、次数 J の木を含んでいるヒープがただ一つだけあるならば、その木は、 マージされたヒープに移動される。もし、二つのヒープが次数 J の木を含んでいるならば、最小ヒープ特性を満足させるために、二つの木は次数 J プラス1の一つの木にマージされる。つまり、次数 J の木はヒープ内の次数 J プラス1の木とマージする必要があるということである。このアルゴリズムのために、我々は多くとも任意の次数の三つの木を試験する必要が、 ある。マージする二つのヒープから二つの木と二つのより小さい木からなる一つの木の計密。それぞれの木は多くともログ N の次数を持っていて、それゆえにマージにかかる時間は O になる。ヒープに新しい要素を挿入する操作は単に挿入する要素のみを含んだ新しいヒープを作成しそれを既存のヒープとマージさせるだけで完了する。実行時間は O かかる。 ヒープの最小要素を見つけるには、ただに後期のルートの中で最小のものを見つけるだけで、良い。この処理は、大時間内にたやすく完了できる。最小要素を含むに後期を指すポインタを使うことによって、この操作にかかる時間を大にまで減らすことができる。そのポインタは、最小要素検索以外の任意の操作を行う時において、必ず更新しなければならない。この操作は、 任意の操作を行う時間とは別に、大時間内に完了する。ヒープから最小値要素を削除するには、まず初めに削除する要素を検索し、2項期からその要素を削除し、その要素を削除した2項期の部分期のリストを得る。その際に、分離された2項、ヒープ内にある部分期のリストを大きい順に並べ替える。そしてそのヒープと元のヒープをマージする。 ある要素のキー値を減らした後、そのキーの親よりもキー値が小さくなったならば、最小ヒープーの特性に違反してしまう。この場合、その親の要素と交換し、可能ならばさらにその親とも交換する。最小ヒープーの特性にはもはや違反しない。それぞれの二項期の高さは高々、ログ N であり、この処理には、O の時間かかる。ヒープから、ある要素を削除するには、 そのキー値を無限に減算していき、ヒープ内の任意の要素よりも小さい、ヒープ内の最も小さい値を削除する。N 個の要素を持つ2個をヒープに対して、以下の全操作の計算量は O である。最小のキーを持つ要素の検索は、最小キーへのポインタを追加し利用することで、O で実行できる。2個ヒープの派生は、 フィボナッチヒープやソフトヒープのような他の似たようなヒープデータ構造を構築するのに用いられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。